久保さん。やっぱね、時間が一番価値があって、時間が一番大切ですよね。だから、まあ、僕は、まあ何、ね、億万長者合宿でも言ってますし、まあ、前回の久保さん動画でも言ってると思いますし、いやー、まあ、あの、時間を一番かけないといけないのが、時間が増える行動なんですよ。時間が増える行動をしているかっていうね、これがミソっすね。 ここに圧倒的に時間が増える行動に圧倒的に時間を使ってるのか。そうすれば時間はおのずと増えていくわけですよ。でも多くの人って時間を切り売りしてるので、まあ典型的な事例が、典型的な事例が40年ね、40年という時間をかけてね、会社で働きました。リストラになりました。1円も稼ぐスキルがないっていうね <laughs>。1円も転職もできなかったら路頭に迷うっていうね。 いや結構このパーティーめちゃくちゃ多いと思うんですよねうーんやっぱりその例えばねまあ誰でもまあイメージはできると思うんですけど40年 YouTube やったらまあまあ40年後無,無収入ってことありえます40年ねまあそのサラリーマンで8時間働くわけじゃないですか8時間40年かけて YouTube やったとして40年後何も残らないってことありえますめっちゃ残ってるはずですよ いや、吉谷さん、40年後 YouTube あるかどうかわからないじゃないですか。おっしゃる通りです。じゃあ、100歩譲って、会社は40年後あるんですか <laughs> 会社が40年後ある確率か、Google が YouTube を捨てる確率か、どっちの方が高いですか多分、40年後あなたの会社が潰れる確率の方が高いと思いますよ。間違いなく。あのね、世界一の Google が YouTube を手放す。 今ね,ね、大赤字だったわけですよ。ね、最初、買収したときね何、何千億だったかな。で、買収してね、ずっと赤字で今、黒字転換して、しかも今、Google の無料コンテンツの中で、メイン看板なわけですよ。世界一の企業が、世界一の看板が YouTube になってるわけですよ。で、それを無限にね、手放すかって考えたときに、僕は考えづらいかなと思います。でも何があるかわかんないですよ。そうは言っても何があるかわかんないです。 そうはそうなっても何があるかわかんないです。だけど、今勤めてる会社も、ね、あるかどうかもわからないです。だ全部わかんないですよ。いや全部わからないんだったら、うん、どうするっていう。<laughs> 少なくてもか、かなんか可能性が広がるものに時間をかけた方が僕はいいんじゃないかなと思います。う ですね、はいいってらっしゃい。